続きましては、ゲオ先生のですね、サファイアになります。ゲオ先生らしくないと言ったら変なんですけども、カットに関してはですね、シンプルなオクタゴンに仕上げてくれたものになります。シンプルですけども、石はですねご覧のように角度で、多色感をふんだんに楽しめるですねグリニッシュブルーサファイア 0.844、ゲオ先生のオクタゴンカットになりますね。今ピンセットでいろんな角度で映していますけれども、本当向き角度微妙に変えるだけでですね、このグリニッシュブルーが、グリーン強めブルー強め、まあ、もちろんその中間色、本当さまざまなきらめき色合いのきらめきを感じられると思います。まあ、ちょっと若干裏にほこりがついてたのも本当に見ている方にもゲオ先生にも申し訳ないなという感じなんですけども、すいません、そこはちょっと今回ご容赦いただいて、まあ、見ていただきたいのは本当にこの、サファイアの質ですね。斜めにわずかにこうカラーバンドが走っててですね、まあ、1本2本ではなくて本当束でバーって言ってるところと、あと数本こう走ってるところが見てお分かりいただけると思うんですけども、このカラーバンドによってですね本当にブルーがところどころに、反映されてですね、こう何とも言えないブルーグリーンの融合色を感じられるところがありますね。はい、まあオクタゴンのステップカットですので、まあ、このカットに限らず、サファイアに限らずですけども、本当こういったカットは光が面で跳ね返してくる魅力的な光り方をしてくれるので、ぜひその角度を狙ってですね光を当てていただいて、そして、跳ね返ってくるその時の色合い、何色なのか、まあ、それを楽しんでもらうのもいいなと思ってます。はい、ではこちらがゲオ先生のグリニッシュブルーグリーン、今手の上ではグリーンが結構強めに感じますけども、こんな感じでブルーのカラーバンドを確認してみてください。はい、ではこちらも出品の準備始めたいと思います。以上です。